はい、こんにちは、MB です。今日は、僕のお店、新潟にある MB ロッカールームに来ております。MB ロッカールーム、ちょっと入ってみましょう。紹介します。はい、ロッカールーム一応2階もあって1階がお店になってるんですけど、2階はまあいろいろ改装中でですね、まあ、うちのオンラインサロンの、MV ラボの会員さんがまあたまに2階をちょっと使ったりだとかしてるんですけど、基本的にお店は1階だけですね。これちょっとバーカウンターがちょっとごちゃごちゃしてますけど、バーカウンターがあったりとか、手前がなんだっけ、なんてお店だっけ、ヨミセさんっていうあのお店さんが半分、使ってくれてますね。ヨミセさん扱ってるものがですね、なんだっけ、ヘンリック・ビブズコフとか、ハウス・オブ・ベリー・アイランドとかか、なんて言えばいいんだ、デューン系っていう僕の中ではくくりなんだけど、あの渋谷にあるお店、ニドっていうお店があるんですけど、まあ、そこで扱ってるみたいな商品ですかね。すっごいざっくりした説明だけど、まあ、割とこうカジュアルなものが多いんですけど、若干こうインポートもドメスティックも混ざりながらちょっと刺激のあるような洋服が多いんですけど、こっち側が MB ロッカールーム。 MB ロッカールームの方は、結構レイアウトがコロコロ変わるんですけれども、基本的にこっち側が、僕の私物をもう、ずらっと超格安で、売ってます。例えばなんだろうな、例えばこういうワークマンとか、ワークマンとか、まあ、ユニクロとかだと、本当500円とかで売ってますし、あとは、まあ、ずっと着てるマーカウェアのこのウールのコートとか3万円とか、これ元値10万ぐらいすると思うけどとか、まあ、アタッチメントだったりとか、まあ、ユハっていう、もともとトローブっていうブランドにいた人がやってるブランドですけど、ユハとかのニットとか、この辺だともう、だいぶ安くなってると思います。オーラリーとかね、オーラリーの新作が、半額ぐらいになってたりとか、ファクトダムの新作のジャケットが半額ぐらいになってたりとか、レインメーカーがなぜかタグ付きで半額になったりとかまあ買ってですね、まあいろいろ着たりはするんですけれども、当然僕体一つなんでいっぱい買う割にはガンガン着ることができないんで、まあ一通り確かめて、作りとかを確かめて、まあこうやって動画とかでレポートして一通り終わったものをここに並べてですね、まあよければ買ってください、またあの買ってここに新潟に戻ってきた時に残っててもまた僕が引き取るかもしれないしみたいなことを、まあ、倉庫代わりであの自由に買えるみたいなことをやってます。実は靴とかも結構あってですね、 GU の靴とかも500円とかで売ってるので、ぜひ興味があれば手に取ってみてください。で、まあ、ごく一部なんですけど、まあ、この辺とかもそうなんですけど、僕が以前に作った MB アイテムのアーカイブ品なんかも、格安で、提供させてもらってますので、ちょいちょい来るたびに多分在庫が変わってると思うんで、ぜひ見てみてください。それと、この辺はですね、なんだっけ、レインメーカーとか、こっちもレインメーカーの新作かな、もう SS の新作出てるんですけど、レインメーカーとか、アタッチメントとか、ディスカボードとか、その辺の、僕が好きな展示会でつけたものを並べてます。まあ、MB ロッカールームって名前の通りなんですけど、僕が基本的に着ているものが並んでるお店っていうコンセプトなんですね。だから、並べてるブランドの、このセレクトのブランドの商品っていうのは基本的に僕が展示会で実際に僕がつけてるものなんで、つけてないものは基本的には置いてない。まあ、たまになんかこう差し込みで、例えばこういうバッグとか、オリジナルで出てたりとか、MB ラボの会員さんが作ったものとか、まあ、たまに並んでたりはするんですけど、基本的に僕が作った、まあ、僕が作ったじゃない、僕が、注文したもの、買ったものしか並んでないっていうことなんで、まあそういう目線で見てもらえると、本当に僕のロッカールーム、部屋着みたいな、部屋着ではないか、ロッカールーム、
として見てもらえるとちょっと面白いかなというふうに思います。この辺もそうですね。この辺僕のアシスタントがやってる、まとめくんっていうアシスタントがやってるブランド、リプレイっていうブランドだったりしますし、あとはアクセサリー類ですね。アクセサリー類がですね、アクセサリーの職人さんが常駐してるんで、オーダーアクセサリーみたいなことができます。まあ普通に売ってるものもかなり大量にラインナップされてて、どれも割と格安で、まあ作って本当に出してるあの工場直売みたいな感じに近いんで、だいぶ値段は安いんですけれども、それ以外に名前入れができたりとか、誕生石入れられたりとか、まあこういうカスタムオーダーみたいなこともやってくれますね。で、今ここには並んでなくて、必要があれば上から2階から持ってくる形になるんですけれども、オーダースーツのサービスもやってますんで、ここでまあ採寸して生地選んで、仕様を選んでオーダースーツみたいな、まあ、カスタムオーダーみたいな感じになるんですけど、オーダースーツのサービスもやってるんで、それも職人さんが常にいるので、対応してくれます。そんな感じの MB ロッカールームでございました。まあ DJ ブースがあったりとか、バーカウンターがあったりとか、イベントも、時折やっております。そんな感じのMB ロッカールームです。ちょっとおすすめ品話そうかな。MB ロッカールーム、僕の私物かなりおすすめいっぱいあります。例えばこのレインメーカーの、エコワックスですね、エコワックス米軍パーカーですね。まあもともとスノーボードウェアの元と言われているアメリカ軍が開発したエコワックス、まあ寒冷地用の防寒着ですけれども、これを元にですね、ほとんどディティール変えずに米軍パーカーそのままのディティールで素材だけ変えて、あと色味を赤にしてっていうのがレインメーカーのアイテムなんですけど、結構カジュアルなアイテムなんですけど、張りがあってですね、素材にツヤ感もあるんで、あんまりこうカジュアルっぽく見えないのが特徴です。まあスラックスとかに合わせた方がもちろんかっこいいとは思うんですけれども、バランスがすごく良くてですね、首周りがでっかくて小顔に見えて、袖周りもかなり細くなってるので、結構すっきり着れるカジュアルアイテムになってると思います。まあミリタリーアイテムってどうしてもね、ちょっとこうダボっとしてやぼったく見えてしまうことも多いんですけれども、レインメーカーのこの辺バランス考えられて作ってるんで、すごく着やすいと思います。値段も、元値はね68,000円と結構高いんですけれども、半額ぐらいになってますんで、ぜひよかったら手に取ってみてください。あとなんだろうな、あとは、ちょっとベタなんですけれども、こういうウールのセットアップなんかもやってます。これファクトタムのものですね、新作なんですけれども、だいぶ値段が下がって、並べております。まあ僕の私物なんで、若干1度か2度3度ぐらいは着てると思うんですけれども、ほぼほぼ新古品になります。まあファクトタムね、だいぶクリエーションが、この秋冬、前回の春夏ぐらいから変わってきて、生地をねオリジナルで作ったものを増やしたんですよね。洋服って作り方いろいろあるんですけど、基本的に生地ってね、まあ、2パターン大きく分けて2パターンぐらいあって、まあ、1つは生地屋さんが用意している生地をそのまま使って洋服を作るっていう形で、もう1つはですね、ブランド側が生地を別注して自分たちでオーダーして作るっていう形なんですね。まあ当然オーダーした方がお金高くなるんですけど、その分自分たちが思い描いているデザインに沿った生地っていうのを作れるんで、完成度が高くなるんですね。これ結構知られてないことだと思うんですけど、高級ブランドとかでも普通に流れてる生地、生地屋さんが持ってる生地とかを全然使うこともあるし、すごい安いブランドとかでもたまに何か思い立って別注して、高い生地使うってこともあるんですけど、僕の MB アイテムとかも、まあ、別注生地使うこともあれば、生地屋さんが持ってくる生地使うこともあるんですけど、ファクトタム最近別注生地がすごく多いんですね。なので完成度がすごく高くなってですね、まあ、デザインに対してこういう生地をつけたいから生地をわざわざ一から作るみたいな、レザーだとなんかこう特殊な染め方して自分たちで作るみたいなこともやってたんですけど、まあそういう風にこのジャケットとかも流れの生地じゃなくて自分たちで作ってる生地だと思いますけれども、完成度高くてですね、他にはないような生地が使われてるんで、一回見てみると面白いと思います。ぜひ試着してみてください。あとは新作、もう春夏の新作が入ってきてるんですけど、レインメーカーのこの辺のシリーズが個人的にはすごくおすすめですね。トレンチコートだったりジャケットだったりとかシャツだったりとか、これ実は全部同じ素材で作られてるんですね。
スラックスも全部同じ素材ですね。まあ、この辺って、結構今あのなんだろうな、シンプルな着こなしから装飾的な着こなしにトレンドとしては移行しつつあるんですけれども、まあでもそうは言っても多分日本人の男性って、まあ、ゴテゴテした派手な柄物だったりとか色物を重ねるって結構抵抗あると思うんですよね。でそういう抵抗のある人のために思いっきりいろんなものを重ね着してほしいっていうのが、まあ、レイヤードの考え方なんですね。で例えばシャツ着てジャケット着て、トレンチコート着てストール巻いてみたいな、どんどん重ねていくとシンプルな無地物でも少し装飾感が出てくる。別に柄とか色を使わなくても装飾っていうのは重ねていくと出せるものなんですね。ただ重ねていっちゃうとどうしてもごちゃごちゃして色の切り替えとか柄の切り替えとか素材の切り替えとかいろいろ出てきてしまうからちょっと子供っぽくなっちゃう。そこで全部同じ素材にしてあげると重ねても子供っぽくならないよっていうのがこのシリーズですね。全部重ねて子供っぽくならない理屈は何かっていうとスーツと同じです。スーツって上下同じ素材で、まあなんかベストも着ますよね。同じ素材でまとめるっていうのがスーツの考え方。まあこれもともとはカジュアルの考え方なんですけど、パジャマとかのカジュアルの考え方なんだけど、まあ現代においては全部同じ素材に揃えるっていうのはフォーマルの考え方なんで、いくら重ねてもごちゃごちゃして装飾的になっても大人っぽさは失われないっていう、それなんでかっていうと同じ素材で展開しているからっていう、まあレインメーカーのこの新作結構僕好きなんで、ぜひ手に取ってみて重ねてきてみてください。はい、そんな感じ MB ロッカールーム新潟の紹介でございました。新潟の、中央区古町にございますので、もし興味があればぜひ遊びに来てください。はい、MB チャンネルこんな感じでファッションロジックだったりとか豆知識商品紹介などを行っております。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。